ボドナール・ラースローは、ハンガリー・サボルチ・サトマール・ベレグ・ケン・マーテイ・サルカ、出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。ネムゼティバイノクシャーグ・アイに属するデブレツェに VSC で、プロデビュー。攻撃的な右サイドバックとして112試合に、出場、7得点を記録した。21歳で、ウクライナ・プレミアリーグの名門 FC ・ディナモ・キエフへ、移籍。 同リーグでの優勝などを経験する。半年間の FC アルセナルキエフへのレンタル移籍を経て、2003年にエールディビジのローダ JC へ完全移籍。同クラブでも右サイドバックのレギュラーとして38試合に出場、8ゴールを挙げる。2006年1月にオーストリアブンデスリーガの強豪レッドブルザルツブルクへ移籍。当初はスタメンに定着できずベンチを温めるが、 クルトヤーラ監督解任後、ジョバンニ・トラッパットウニと、ローター・マテウスがそれぞれ監督とヘッドコーチに、就任すると、スタメンの座に定着。リーグでは得点こそ上げていないものの、2006年12月までに、リーグ戦27試合で12アシストを決めた。しかし2006年12月からのウィンターブレイクで怪我を、主張切り立2007年の夏には一度チームに復帰するものの、 その後も再び怪我により離脱2007から08シーズンを棒に振ることになった2009から10シーズンにより古巣のデブレツにニへ復帰シーズンをオエフリーとなると翌年より再びザルツブルクへ加入することが決定した強烈なロングシュートと右サイドからの鋭いクロスを得意としハンガリー代表でも主力の右サイドバックの選手として活躍 副首相にも任命されている。ありがとうございます。